えと時間が迫ったのをちょっと飛ばして、ですね例の,あの安倍元総理の暗殺事件の容疑者と言われている山上のことに関してです。山上容疑者に死刑求刑も5つの容疑で追送検へ、若狭弁護士、一連の旧統一教会問題と量刑判断は別、参院選の応援演説中に安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で、 殺人容疑で送検された山上哲也容疑者について奈良県警が受討法や公選法違反など5つの容疑で追送検を視野に検討していることが分かった県警は現場や容疑者宅から押収した複数の手製銃を科学捜査研究所で鑑定し殺傷能力を確認元東京地検特捜部の若狭勝弁護士は 核容疑での追送検に関し、囚人のいる場所での発砲は発射罪で無期懲役にもなる重罪として、銃刀法違反を外せないと強調、事件の象徴的部分として公選法違反も不可欠とした、武器等製造法違反などは犯行を裏付けのセットとして必要とし、黒幕説も流れた中、 容疑者1人で完結させ,たとさせた事件という構図を補強する狙いもあるという、まあ、その若狭さんなりのいろんなええ時をしているんだけど、えーと、そもそも安倍さんが殺害されても4ヶ月過ぎたんですが、まだ実は起訴されてないわけですね、山上は。 特にやっぱりこれ、いろいろ書いてますけどそう、そんなことはどうでもよくて、殺人罪で本当に起訴できるのかどうかというところが、当然、最大の焦点になってるんですね。今、鑑定留置中だからという理由になってるけど、本当にあの手製の銃で安倍さんを殺害できたのかということの、たら起訴したら、そのことを全部説明しなきゃいけないじゃないですか、その説明ができるのかっていうに、我々はですね、 思想をもっと究明する,べきするべきだと、あるいは奈良県警記者クラブは奈良県警記者会見も申し出て、その辺をなぜ正さないのかというと繰り返し言,言ってるわけですよ。その辺の説明ができないままですね、追想権がなんちゃらかんちゃらとそ,のそんなことをどうでも言って、本丸の殺人罪が本当にで起訴できますかという。 この件について、その後の何、なんも情報を使うとも僕は聞いてないんけど、山口さん、どうなんですか、このあたりのことは何、なんらかの動きなり、情報がどこか出てるんですかまずそれ、そ仮想権家計権ってってのかな、はい、あの,あの警察が持っているその科学捜査の組織は、科学捜査研究所と、まあ、家計権と仮想権と2つあるんですね、はいはい、警察庁のものと、えー、警視庁のものとあるんけどいずれにしてもこれ殺傷能力あこという、うん そういう鑑定の結果を出したっていう情報、これで初めて聞いたんですね。そうですよね。はい、報道に出てませんよね。出てないんですよ。出てない。はい、こういう報道ってなんで出ないんだろう。うんうん、じゃ、あこの若狭さ,さんっていう人はね。誰に聞いたのか？っていうのは私確認しなきゃいけないと思ってます。そうですよね。うん、うん、それから、えー、死刑休刑って言ってもね。 日本って不思議な国で、複数殺さないと死刑にはならない、はい、判決としてね、検察が死刑を求刑するってことは、ないことはないけれども、うん、まあ基本的にはないんですよ、1人しか殺してないから。はい、で、1人しか殺さないから死刑にならないよっていう耳打ちだってできるわけですね、どんな人も。はいうん、そういう意味では、本当に加藤さんおっしゃるように、きちんと起訴できますかと。それで本来は、うん 逮捕してから起訴までは、交流2回しか、1回しか延長できない、2行満期っていうのがあって、そこで、そこで起訴しなきゃいけないんですね。と、はいはい、ころが、精神鑑定してますという理由で、ここまでのびのびにしている、こんなになんで時間かかるんですかうん、うん、それから、なんできちんとした捜査の過程をメディアの前で会見とかね、発表しないんですかうん。うん。もういろんな意味でね、その、 何か時間稼ぎをしているとかね、そうですよね、うん、非常に自然ですよね、プロセスが <laughs> だからその山上容疑者の手製銃について、本当に殺傷能力があったというなら、それをね、これだけあの世の中の注目を集めた元首相、現職衆議院の選挙期間中の殺人事件ですよ。はいはい、それは して見せるのが当たり前ですよ殺せるでしょって言ったらこっちもあそうかと、うん、思うわけであの距離で打って、うん、本当に安倍さんしか当たらないんですかと、うん、どの角度で打ったんですか、うん、やってくれたらこっちも納得のしようがあるんですよ。何もしないいってはどういうことですかこれはい まあ、そ,そのことが一つと、昔、まあ、あの放送局にたびたび出ていただいている高田、えー、教授、理学博士の,、ね、あの音声データの件についても、警察は知らないとは言わせませんよ、山上が撃ったに2つの銃声、あれは、まあ、高田さんはあれは空砲だったとおっしゃってますが、まあ、それは空砲か実砲かは別としても。 もう一発の音声データが、減税として残ってるわけですよ。これをどう説明するのかということについても、説明を求めて県警側に言わせなきゃいけないけど、そんな記事、どこにも出てきてませんよ。か、もう一個は、そもそも安倍さんを殺害したその銃弾が発見されてないはずですよ。はい、重要な、最重要な証拠品である。 銃弾が見つかってないのに、どうやって殺人罪で起訴できるんでしょうか、ただ状況、証拠でやるっていう点もあると言うけど、これだけ重大犯罪だとそれは、それは私はそんなもんでは公判維持はできないというふうに思いますよ。そのあたりも全部含めてね、我々は別に陰謀説とかなんとかで言ってるんじゃなくて、事実関係でのみ、これおかしくないんですかって言ってるだけなんだから。ね、えそれを、はいええ その僕らの疑問を陰謀論という人は、その何が陰謀論なのかをきちんと説明する義務がありますよね。僕らは警察の発表がついつも合っていませんってことだけを申し上げている、うん、私は特にね。加藤さんもそうですよね。今、警察は安倍さんの体には2発の弾が入ったと主張を変えているんですね。少なくととも安倍さんたたのは弾はは弾発だけだけ断定した上でそれは 左上腕から入って、右の鎖骨下静脈を損傷したんだと言っていたんですね。はい、ところが、はい、今は、まあ、9月、10月に入ってからだったかな、えー、奈良県議会で新しい奈良県警本部長は、はい、体には2発入ったんだなるほど。そして安倍さんの体には開いていた穴は、その2発の射乳痕だけだと言ってる。ううん、うん。でも、 当時、安倍さんの体を精査したプロフェッショナルであるドクターヘリの医師と、はい、それから安倍さんの体を開胸手術した、うん、心臓を見た人が、はい、穴は3つあったと言っている。2>, <う>2人ともですよ、ギア、はい、合わせをする必要のないお二人、うん、しかも、うん、救急救命医療のプロ中のプロが3つだったと言っている。 2> 2人でではないんですよこれについて、どっちを信用したらいいんですかという疑問を呈することについて、うん、これが陰謀論だという人は、うん、じゃあ説明ししてほしいんですね、うん、全くその通りで,で、山口さんに対するその脅迫もですけど、僕は一番驚いたのは、今、国会議員、参議院議員やってる青山繁春君のところにも、ですね警察庁の幹部から。 先生のためにはなりませんよという、これは明らかな脅迫ですよ、そういうものを警察庁のトップに近い人間がわざわざ電話して言ってくるのかと。ということは、真相が明らかになると困る人たちがいるということを言ってるわけですよ、ね<え>もしその真実をきちんと捜査して、こうですと、警察が自信を持って発表するんだったら、青山茂治さんにそういうことを言う必要がないんですよねその通りですよ、はい、まあ捜査結果を見てくださいとはい。 記者会見して、堂々と発表すればいいだけだこ、うんうん、そ,そういうことについてね、で昨日僕は倉敷、えー、岡山県の倉敷で講演し,したんですけど、でおそ,そもそも本当は、えー、国内政局、岸田政権がこういうことをやって、それから増税をやたらと今やろうとしてますよっていうのを一つと、もう一つは中間選挙と、あとはウクライナの戦争というつもりだったんだけど、実は事前に話してたら、 今の話が面白いからぜひそっちもやってくださいっていうんで最後結局30分ぐらいその話をしてたらもうみんな仰天ですよ。そんな話どこにも載ってないし書いてないしテレビでも聞いたことないとあそりゃそうでどこもやってないんだからだから僕らは何かを熱動したり絶対あげしてそんなものを言って驚く驚しくを見せてるわけでも何でもないのに事実関係のみを言ってるだけなのにみんながものすごく驚くわけですよ。 要するに国民に、ね、ほとんど、ね、知らされてないということですよね。だからあんまりね、その仲間のなんてを批判するのはあれなんだけど、例えば社会部の記者、はい、政治部の記者、あるいは安倍さんに近かった政治家、この人たちは今の警察の言ってることで納得できてるのかなって、そ、はいはい、ういう素朴な疑問を感じますっ、ねま、全くそうなんですよ。 それでね僕何人か聞いてみてるんです、その機会があればね。はいうん、そしたら、まず山口さんは勇気あるねっていう人と、うん、それからやめたほうがいいよと、うん、これはもう無駄な戦いだよっていう人と、うん、それから全然知らなかったと、もうなんかすっきり山上単独犯だということを信じちゃっていたり、なるほど、なるほど。うん 知らなかった人を批判してもしょうがないんだけど、じゃあ僕、今言ったから、うん、ちゃんと納得してくださいと、自分で。うん、で納得できる、あのもう山上担当官で納得できるというふうになったら、ぜひ私に教えてくださいと、お願いしてるん、ね、まはい。はい、だから本当、あのこれがその右、左とかね、なんかそういうんじゃなくて、これ、真実はどこにあるかってことなんです,よそうです、はい。 はい、安倍さんがと以前に1人の人が選挙期間中に撃たれて死んだって、これは間違いないわけだから、うんうん、あれ、撃たれて死んだことについてもそうじゃないんだって人すらいるんだけど、うん、それは今までの説明がもう納得できないから、いろんな案が出てきちゃうわけですよね。うんうん、だから、あのあのこの前、韓国で156人も死ぬというね、えー、痛ましい事故がありましたよね。 あのことについて、まあ、本当にかわいそうというか、韓国もひどいなと思ったけど、一つだけ本当に感心してるのは、日本の警察庁にあたる警察の常部,部機関が、現地の警察を捜査してるわけですよで。しかも警察署長と消防署長を立件するって言うんですよ。えー、韓国、そんなことができるのか、日本だったら絶対ありえないじゃないですか。本来なら日本だって特別チームを作って、捜査しなきゃいけない。 それくらい疑いがあるわけですよ、別に、あのなんかまさに陰謀説と取られたくないから、それ以上のことは言いませんが、ただ、本当に今、今奈良県警がやっている捜査が適正なのかどうか、本当にどこまで真実に,に近づいてるかどうかを確認するだけの意味もある、そういう意味でも捜査、もしできるならしてほしいぐらい思ってるわけですよ。まあ、警察は絶対、もちろん不名誉なことだから、そんなことは認めはしないでしょうけど。 じゃなければ、これは真実はすべて闇から闇ですよ、間違いなく。それでいいんでしょうかという話ですよ、本当に。うん、だからその、まあ、日本は、ね、今まで戦後ずっと、まあ、しっかりとした地方公務員、国家公務員がいて、警、はい、察犬という行政を、ね、しっかり進めてきたという、ある種政府を信用する。 おかみっていうかな、そういうところは日本人、そもそもありますよね。はい、ただ、例えば、村木厚子さんっていうね、厚、うん、えそのね、はいはい、厚労事務次官の当時は局長でしたけど、はいはい、彼女の罪を検察がでっち上げようとしたっていう事件がありましたね。うはい、だから、うん、検察とか警察という組織は、 本当の犯人を捕まえるという以外のモチベーションを持ちかねないんだという事実は、厳然としてあるわけだから、これをもう加藤さんおっしゃる通り、韓国はね、すごく未成熟で不幸な国だから、うんえー、大統領を代わるたびに全特化して、お互いが捜査し合うという悲惨な歴史を今でもやってる、だからこそ警察を捜査する特別捜査っていうスタイルがあるんだけど、うん、日本は今まで幸せだからといって、これからいらないってことじゃなくてね。はい アメリカだって独立検察官、独立捜査官っていうのはありますよね、このシステム、絶対に置かないと、うん、これがないからこそ、今回のことができちゃうんですよ、そういうことですよね。抑止力としても絶対に制度化すべきですよね。うんうん